はい、切り替わりましたね。はい、というわけで、先ほど、紹介していただきました、浅瀬美です。本当は、2番手だったんですけど、まあ、諸事情により、今回トップバッターになってしまいました。よろしくお願いします。はい、やるタイトルは、パネルクイズアタック25、カテゴリーチャレンジモードで、今このタイトル画面選択中のモードを、クリアするというものです。では、早速やっていきたいと思います。はい、でまあ、別に今回用にキャラとか作ってないんで、いつも使ってるやつやらせてください。はい、タイマースタートは、こちらで設定終了を選択したときです。ということで、3カウントでいきます。でいきます。3、2、1、スタートです。はい、よろしくお願いいたします。なんですけど、まあ、もうすでにご存知の方もいるかもしれないんですが、これね、最初1分間何もできないんですよね、これ。これで、まずこれ、まあ、番組を見て、おし、俺も応募するぞっていうところから始まります。で、なので、まず応募して、テレビ局の抽選に通らないといけません。で、低確率でゲームオーバーになります。しかもですね、一応言っとくと、別のイベントでこれ走ったことあるんですけど、その時、本番に、外れたことがあります。これちょっとね、で最近練習で外れてないので、ね、これちょっとどうなんですかね。ね、もうね、チャットにね、なんかチラシをね、なんかね、求めてるね、いや、なんかコメントから見えるんですけど、大丈夫ですかこれ、ね。ということで、ね、もう最初本当何もできないですね。ね、スキップとかできないですね。さあどうなんですかね。まあ頼むよ。もしも外れたら、タイマーそのままでやり直しますが、ああ、分かった、おい。はい、ということで、とりあえず最初の抽選は通りました。はい、はい、あ、ちなみに私リアルに応募したことある人なんですけど、一回外れたことありますんで、そんなもんです。あ、これもね、原作というかね、現実の再現になってますね。ということで、予選会です。パネルクイズアタック25の予選会、はい、予選会はまずアンケート用紙に、得意ジャンルとか答えるところから始まるんですが、ここはこのようにですね、基本最速入力で、やっていくんですけど、得意ジャンルと苦手ジャンルを別にしないと面接で質問がちょっと変な感じになっちゃうんで、このように入力します。で、3分20問のペーパーを受けます。合格は10問です。ちょっとここは頑張りますね。松平、はい、ちょっと、はい、池波翔太郎ですね、花火ですね、はい、止水ですね、これですね、はい、これロビンフッドですね、はい、これ横車ですか、はい、これまあ最近言わないですね、ブラインドタッチは最近言わないですね、ギョータックですね、はい、これはカスピカですね。で、ちょっと今日安定でちょっとね、あと2、3問解いていこうかなと思います。ここで落ちたらね、ちょっと大変なんで、ね、これちょっとね、文字数が多いんで飛ばします。バッチリですね、はい、もう1問ぐらい解きですね、はい、あ、いいですね、これ、まあ、リビアですね、はい、じゃあもうあとはもうね、もう不要なんでね、これとっと飛ばしていきます。はい、はい、終了です。はい、まあ多分大丈夫ですね。はい、まあ選択肢の視認性が悪い問題とか出なかったんで、多分12問ぐらいの正解して通ってると思います。はい、17番19番21番30番34番、はい、で、まあ、ここ大体90番台とかの受験番号になっていることが多いです。50番、あ、ちなみに今この読んでるこの人、声は違うんですけど実在の方です。はい、プロデューサーさんですね。96番、ということで合格しました。以上の方々が合格です。はい、おめでとうございます。合格された方は次に面接を行います。はい、ということで今言われた通り、次面接です。で、面接でやることといえば、まあ、テレビ番組に出ても、ね、問題ない人かどうかっていうのを見るんで、まあ、陽気アピールしとく必要があります。はい、で、ここでクイズプレイヤーアピールをすると減点になるので、それは絶対選ばないようにします。まあ、ちょっといつもより気持ち遅めにちょっと間違わないように入力していこうかなと思いますが、まず最初質問2パターンあります。どっちかな。はい、番組の印象は問題の質が高いと褒めておきます。はい、で、これピロリンと上がりますね。で、ここは無難に苦戦しましたと言います。これが一番いい回答です。加点はなさそうですね。で、その次、これここですね、ここ、はい、これね、気をつけてください。これ今インターネットをやってますっていうのがあったんですけど、これ選ぶと減点になるんで、これ気をつけなきゃダメですね。で、ここはジョギングを選びます。で、最後の質問ですね。これまあもう どれでもいいんですけど、まあ一番点数高いのこれです。はい、で、インターネットダメなのかって話なんですけど、このゲームは2002年の発売で、
まだインターネットがなんかどこのご家庭にもあるような時代ではなかったんですね。だからインターネットやってるんですか、ネクラですねみたいな判定を受けるというのが当時のまあ通説というかそういったものになってます。はい、ということで、会場でお待ちしておりますと言われましたので、これで本戦出場となります。はいね、今だったらインターネットでねもうやって当たり前ですけどね、本当に時代変わったなと。今もね映ってたのね、あのビデオデッキとかねガラケーとか映ってたんでね、もう時代を感じますね。もう20年以上前のゲームですからねこれ。はい、まあ、20年以上の前の、まあ、ゲームというか問題が出題されるので、今となっても答えが変わってるものとかもあるのでそこはちょっと注意が必要になります。はい、それで番組ですね。はい、ここはまず単純に優勝することが大事になります。はい、パネル枚数は別に25枚取る必要はありません。はい、まあ、早ければ早いほどいいということになります。まあ普通に考えて間違わない方がいいに決まってます。はい、でこの沢木美香子さんは 今まさに、パネルケースアタック25ネクストという番組で、BS ですけどね、問い読みされてますんで、はい、大変聞き取りやすいですね。はい、ね、今何時？今12時50分ぐらいか。はい、まああと30分ぐらいしたら本放送が始まるんじゃないですかね。ということで最初の映像問題は動植物を当てる問題ですね。これなんだこれ。これわかんないですね。これ当たりましたね。はい。でまあアタック25ってもうずっと昔からあのどこぞのクイズ番組にあるみたいに正解のチャイムがピンポンピンポンってならない番組です。そういえばならないなっていうふうに思ったかもしれないですけど、なので今ヒヤシンスって選択肢を押してスーンとしたらそれは正解ということになります。間違いなきゃいきなりブーってなるんで、はい、まあ、そういう判断をします。ということで、ここから4問ぐらい読み上げの問題が続きます。これ水草を選ぶですかね。そうですね、はいですね、はい、結構さあ続けて赤の方、はい、答えていただきました。何番で、最初はまあ7番にしますね。まあ、普通の定石だと上下左右、13番の上下左右を選ぶんですが、今日はパーフェクトを取りやすい、あるいはリカバーしやすい棋譜の方である、まあ、7番を埋めるというちょっと攻め気味な感じにします。はい、フランス語で、あ、大丈夫ですね。はい、大丈夫です。これはバーバパパですね。はい、はい、その通り。まあ、あの絵本のキャラクターですね。でまあ、これはあの、まあ、よくある、まあ、競技クイズでも割とおなじみの語源問題なんですけど、あのフランス語で、まあ、パパのヒゲって出る場合と綿あめって出る場合があるんで、まあ、このゲームでは、まあ、パパのヒゲ一択なんですけど、まあ、競技クイズでどちらもあるので、まあ、注意が必要です。はい、アメリカの組織で、うん、FBI ってことは CIA を聞いてくるので、中央情報局ですね。はい、その通り。ナンバー、はい、で今度は斜め伸ばします。19番でこの状態になってしまうと25番に次即入れるのは私しかいないので、赤しかいないので、かなりもう割と盤石です。これは参ります。この問題です。どうぞ。はい、相手の関心を誘うことは水を向けると言いますがですね、じゃあ水をどうするですね。これ水開けるですかね。はい、あの竿を広げるとことは何と言うでしょうということですね。水を開ける、まあ、なかなか日常生活でいやー今ちょっと水開けられたねとかいうことはないと思うんですけど、まあ実際ちゃんとね、使われる、まあ表現ですね。で、これで 5枚埋まったら、一旦このように切れます。流れが切れて、6枚目を争う問題はモザイククイズです。でこのモザイククイズがねもうめちゃくちゃ難しいんで、これ今日は安定で自信のある、なかったら押さないようにします。コンピューター君にお任せしようかなと思ってますね。もうねどれぐらい難しいかも見て、もう見たらすぐ分かるね、あこれ無理だなってなると思うんですけど、はい、もうこれもね RTA 中のもうラスボスですね。いややめろ、いやなんかねさつまいもっぽいな今日。お前さつまいもだろ、行く赤さつまいも、よし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 、これね問題引きが良かったですね。はい、よし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 、あの普段の配信もこんな感じになっております。よろしくお願いします。ということでここはまあ隣接するところを取ります。まあ、別に20でも24でも、結果は変わらないです。赤が入ります。
で次は漢字クイズです。サーチライトで部分的に照らされた漢字一文字がどんな漢字かっていうのを答える問題です。別に読み方は知ってる必要はありません。フォルムが分かれば OK という、そういう問題になってます。ここは、積極的に答えていきたいところです。なんだこれ、ちょっと待って、これ、微妙ちょっと今日微妙だな。あー、掛け事の掛けですかね。あ、分かったですね、危なかったですね。ちょっとその通りちょっと分かりにきましたね。問題はお得意と見えます。はい、割と得意です。皆さんと一緒に確認してみたいと思います。はい、何番ということで、はい、まあ、これはもうカーソル最小限の移動で済むところをどんどん詰めていって、とりあえず5番目指します。参ります、この問題です。で次は音楽クイズです。今からお聞かせする曲のタイトルは、はい、まあ、大体クラシック曲とか童謡とかが多いですけど、いやちょっと待って、あ、早い、珍しいですね。夕焼け小焼け、あ、そうですね、はい、あのね、割とここって海外のクラシック曲が出ることが多いんですが、ちょっと珍しく日本の曲が出ましたね。確率はやや低めなんですが、はい、3番に白が入ります。はい、というわけで、この時10分、あ、いいですね、もう順調ですね、順調ですよ。はい、発掘された我が国の遺跡で、はい、藤野木古墳は奈良県、吉野ヶ谷遺跡は3つあんのかい。ではトロ遺跡はですね、静岡、はい、ね、習いましたね、昔懐かしいですね日本史の授業でやったなという人もね、いるかもしれませんけど、はい、まあ、普通に出ます、こういう問題も。赤の方、何番、高校の日本史世界史ぐらいはね、やっぱ押さえとかないとダメですね。アタック25に赤が入ります。でこれは10番取らなかったのは取れなかったからですね。3番を先に挟みに行かなきゃいけないので2番4番しか取れません。ちょっと読むか、いつも1の後に0が4つですが、では1丁1丁1丁12 OK、 あー、ちょっともう数え間違ったかなと思ってちょっと焦りましたけど、答えていただきたい。ちょっと危なかったです、ね。赤の方、はい、さあ何番？ちょっと焦りましたけど、これはもう4番一択ですね。4番、はい、4番いった。3番の白が赤に変わった。はい。え、今のところだいたいちょっといつもよりね、まあ抑え気味な感じはありますが、大丈夫です。9月の第3月曜日になる国民の祝日。いや、時代が違う。時代が違う。制定されたのあ、これ危ないですね。21年、ね、これちょっとわかんねえな、これどっちだっけな、これね、あ、やったこれやった、これはあやふやでしたね。41、あ、割と最近ですね。昭和41だから21は絶対ないなと思いましたね。昭和20年に戦争終わってるんでそれはないなと思いましたけど、はい、顎ですね、これ。得意な時にはで、だいたい1回間違うと1分ぐらいのロスが発生します。なんかスキップとかできないんで、で、あ、大丈夫ですね。これ間違って遅延行為されなくてよかったですね。はい、まあ、ここはもうどんどん頑張っていただきたいですね。あの普通のクイズだとね、対戦相手に頑張っていただくなんていうことはありえないんですけど、この RT ではもうどんどん頑張っていただきます。はい、緑が頑張ります。頑張れ頑張れ。赤の方、あと一問の、やっぱり数字の問題難しいですね。西暦年とかをね、割り切ればいいんですけど、答える問題やっぱり難しいですね。だから新井白石ですね。そうですね、はい、政治改革を行ったのは誰でしょう。ですね、高校の日本史でやるやつですね。新井白石ですね。はい、ね、懐かしいと思いませんか私はすごくね、 あったなという気持ちじゃないですか。はいですね、はいはい、まあ、ちょっと軽い遅延行為ありましたけど、その通り、はい、赤の方お戻り、そして緑の方何番。12番、はい、ということで、はい、13番の赤が緑に変わります。これで、戻ります。 お戻りというやつですね。問題よろしく、はい、ちょっとここから間違いないきたいですね。外では育児がなくて家では、あ、ってことは内弁慶でいいか。うち長飛ってなんだよ。うち長飛ってちょっと面白いです。ちょっと思わず突っ込んでしまいましたけどね。うち長飛ってね、ちょっとね。8番。ね。8番に入った。まあ、ここどこでもいいです。まあ11番でもよかったです今。まあカーソルの移動が少ない方ということでこっち選びましたが、はい。もはやどうでもいいです。参ります。この問題です。はい、どうぞ。
670年。いいのあってます。あってますね。オッケーです。オッケーです。やっぱりこの西暦は甲午年弱ですね。はい。このね、あの日本史で習ったなという人もいるかもしれないですけど、ちょっと今日日本史の問題が多めに出てますが、世界史の問題もあるんですけどね。これは何かっていうと、日本史上最古の戸籍ですね。はい。13番の緑が赤に変わります。参ります。はい、まあ似たやつで高陰年弱とかもあるんですけど、まあ最高は高5ですね。バラ科の花で、これはちょっと暗記してるんで押しましたけど、これハマナスが正解になりますね。はい、その通り。これは RTA 的な押しです、はい、さあ、でここでカーソル移動を怠ってとか、ね、5番選ばないでいると、ね、なぜ角を取らないのかみたいな感じで叱られるので、コメントの長いコメント回避するためにここは角を優先して取りました。この問題です、はい、どうぞ。仕事を怠けることを油を売るで振る場合は、まあ、大体絞る絞られるがクイズで答えになりがちですね、はい、赤の方、あ、きつく叱ることを言うってことですね。慣用句の問題ですね。10番、はい、10番に赤が止まります。次はこの問題です、どうぞ。アメリカ、カナダ、あ、大丈夫です、はい、これは、ナフタを答える問題ですね。ちょっとこれね、RT 的にこの5文字入力させるってこれダメですね。記録狙いだったらもうこれ、この問題引いた瞬間に、終了です。はい、9番、はい、北米自由貿易協定はアルファベット5文字で何というかという問題です。で、あの、まあ、競技クイズ的だったら次に多分メキシコっていう単語が出てくるはずなんですが、はい、他の方も頑張ってこの問題どうぞ。まあ大体そうだろうということですね、はい。富士山測候所勤務の経歴を、あー、ちょっと待って、小説合力で、あ、そうですね、流行ってます、はい、赤、はい、すいませんでした、新田次郎ですね、はい、そうそうそう、その通り、そんな経歴ありましたね、これね、はい、何番、はい、6番で、これ困った状態に実は軽くなっていて、何かっていうと、まだまだ予断を許しません。他人が他の色が、あの、挟む意思を持って取りに行かせるような形になってないんで、ちょっとめんどくさいです。作曲したオペラはフィレリオ、あ、フィレルだけだのやつは、ベートーベンですかね、はい、ですね。まあ、いくつかこの作曲家が作曲した唯一のオペラはっていうのは競技クイズでよく出ますが、まあ、ベートーベンのフィレリオがよく出ますね。あとは何出るかな、あとはドビュッシーのペレアスとメリザンドとか昔高校生クイズで出ましたね。あの伊沢くんが、あの、優勝した時の1回目の優勝した時の決勝の問題とか確か出てますね、はい。北条時宗が健康で亡くなった、いうことはですね、これは危ないですね。円覚寺かな、あってですね、はい。鎌倉五山に数えられる寺のうちの 2番目の第2位の寺ですね、はい。21番に入ったということでね、まあ、なんとかパーフェクト状態で、アタックチャンスを迎えられました。このまま、はい、赤の方突っ走るのか、いいですよ。 RTA in Japan より30秒くらい早いですねいいですよいいですよ、順調でございます。大事な大事なアタックチャンスですね、はい。さあどんな問題になるか、熊本県のよく知られた民謡、あ、大丈夫です、はい、もうこれはもう大丈夫ですね。 でその中に出てくるところで、ひばりつお手もやに出てくる鳥は何でしょうということですね、はい。さあ、アタックチャンスを手に入れられたわけですが、どこに入れてくるのか、まずは何番、はい、あの、赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃってやつですね。22番、はい、まあ、ちなみに私は熊本には行ったことはないです、はい、クイズだから仕方なく民謡を覚えただけです、はい。で、この場合はパーフェクト状態なのなんですけど、自分で、自らパネルを消しに行きます。これはルールなんでしょうがないですね。必ずどこかを消さなきゃいけないというルールになってます。どういうことになるんでしょうか、はいはい、でどうなるんでしょうかってか、もうこれどうにもならないと思うんですけど、これ大丈夫ですかねもう無理なんですけどね、これね。刑事や長寺など、はい、用途に応じて用いる色や結び方に決まる。ああ、そういうことですね、はいはい、赤、なるほどなるほど。これ水引きですね、はい、これはね、まあ、ぜひとも知っておきたい知識ですね、クイズ抜きで結構、はい。赤の方何番、はい、ということで、そのままカーソル移動せずに自ら消した22番を埋めます。に赤が止まります、はい、赤の方もう今点灯している21枚は、もうひっくり返ることはないんで勝ち確ですね。イギリスの産業革命で、はい、まあ、一応読みますか。中心都市はマンチェスター、はい、ではっていうことですね、まあ、製鉄業ですかね、多分ね、
バーミンガムですね。はい。その通り。結構。さあ何番？17番。17番に赤が点灯いたしました。ということで残りは3枚。はい、残りは3枚ですね。では、はい、次の問題です。どうぞ。はい。まあまあ行きましょう。頑張っていきましょう。周囲を壁に囲まれた屋内。あ、屋内コートでやる。まあ、まあ、このテレビクイズ的にはこれね。ハイアライ、ハイアライも実は屋内コートでやるスポーツなんですけど、ちょっとねテレビクイズでなかなか出ないですね。あのハイアライってどんなスポーツかっていうと、あの三方を囲ってて、あのスペインのバスク地方発祥のね、めちゃくそ球が速いスポーツですね。気になる人はちょっとウィキペディアで調べてみてください。オリンピックで日本が初めて金メダルを取った。これはどこ聞くんですか。あ、もう種目競技であれば三段跳びです。アムステルダムオリンピックの小田幹雄ですね。赤の方、はい、何番。はい、ということで、はい、23番。初めてのメダルだったらアントワープオリンピックのテニスですね。さあ、その思惑通りになるのか、さあパーフェクトなるのか、はい、問題です。どうぞ、はい、さあどうでしょうか。1974年、あ、なんだっけこれ、アメリカのニクソン大統領。あ、大丈夫です、はいはい、これはね RIJ で引いた問題ですね、これ、はい、ウォーターゲートですね、はい、大丈夫です、はい、その通り。赤の方ラストコール、ね、ニクソン辞任の原因になった事件ですね。24番、はい、というわけでパーフェクトです。赤の方、はい、歴代アメリカ大統領で辞任をしてるっていうのは、あんだけ人数いても実はニクソンしかいないので、とても分かりやすい、あの特筆性のある、ね、他と判別しやすい問題ですね。暗殺ってなると4人いるんで、ちょっとあれどれだっけってなりやすいんですけど、辞任って言ったらこいつしかいないと、ね、ということで、優勝ですが、まだこれ終わりじゃないですね。最後のね、あの旅行を獲得するため の、 あの国を当てるクイズがこの後あります。で、RIG のルール上ですね、これ間違うとダメです。で、再送する時間なんてもちろんありませんので、ここでもう慎重にいきたいですね。今日はある国の名前を、はい、これある今日はある国と言ってますが、いつも国です、はい、プレステ2ではいつも国です。25枚のパネルを抜いてください。はい、25枚のパネルを抜いてください。さあ、これちょっと抜くの遅いですね。これたまになんかこうね、抜けるの遅い時があるんですけど、これちょっと原因不明なんですけど、どこだこれ。まあここで当てる必要はないんですけどね。なんかヨーロッパ的な感じですかね。大丈夫です。これ知らないの来たらやめろよ。やめろよ。やめろよ。知らないの来るなよ。パリへ行けるのか。もうこれも謝罪するしかないから。やめてくれよ。頼むよ。あれどこだこれ。あ、大丈夫ですね。あ、アメリカですね、これ。アラスカって書いてますけど、これ大丈夫ですかね。グアム USA って書いてますよ、これ。これで、うーん、どこの国かなとはちょっとならないですね。あ、もうなんかもう完全にもうね、伏せてない、これ。はい。で、アメリカで、ね、実はこれね、入力一番簡単なんで、これね、大当たりです。では、はい、タイムストップです。ごめんなさい。はい、ということで、22分2秒。まあそうですね、1回間違ったので、まあ大体、まあ RIG と同じぐらいのペースだったんで、よかったんじゃないかなと思います。はい。まあ、問題の解説もそこそこできたんで、よかったんじゃないかなと思います。楽勝でした。いや、まあ、楽勝ではありましたね、はい。間違っちゃいました。それでは皆さんと一緒に確認してみたいと思います。はい、というわけで、まあ、感想を言うと、まあそうですね、まあ、タイムは、まあ、まあまあまあ、目標通りというか、これぐらいだったらいいかなという感じで。で、ちょっとね、あの数字を答える問題ね、まあ、個人的にあんまり得意じゃないんで、間違えちゃいましたけど、まあ、それ以外は特に問題ないんで。はい、ということで、あの別にあのこのゲーム通常プレイでやるってなったら、別にここまであのね、完膚なきまで叩きのめす必要はないですからね。まあせいぜい21枚とかね、20枚とかぐらい取って、チャンピオン大会にのモードを解禁する、あの別にチャンピオンモードっていうモードがあるんですけど、まあ、その程度の実力があれば十分楽しめるゲームなんで、ね、ここまでできなくても大丈夫です。ね、ということで、この、ね、パネルクイズアタック20ですね。おめでとうございます。ね、よろしくお願いいたします。ベネチア、フィレンツェ、ローマとパリの旅をお楽しみください。はい、ということで、はい、ローマ、フィレンツェ、ベネチア、パリの旅行を獲得したことを伝えて、はい、さようなら。はい、さようなら。ということで。